ローレン・アイエロは、フランスの元レーシングドライバー。ルマン24時間レースや、ツーリングカーレースで活躍した、ローラン・アイエロと表記される場合もある。オードセーヌ県フォントネオ・ローズ出身。1983年レースデビュー。BTCC で、日産、プリメーラをドライブする、アイエロ・ルマン24時間レースでは、2001年まで4回参戦。 初出場ながら1998年に総合優勝を果たした。IL はヨーロッパ各国のツーリングカー選手権でも複数のタイトルを獲得する好成績を収めており、イギリスツーリングカー選手権では前年まで所属していたアンソニー・レードに代わって1999年シーズンに日産から参戦、日産プリメーラでシリーズチャンピオンを獲得した。 またドイツツーリングカー選手権でも2002年にシリーズチャンピオンを獲得している。2005年に現役を引退した。フランススーパーツーリング選手権、ドイツスーパーツーリング選手権、イギリスツーリングカー選手権、ドイツツーリングカー選手権。ありがとうございます。